中道王館は、海の国と駿河国を結ぶ街道の一つ。寸州王館と若き頃の中間に位置することから、中道王と呼ばれる。山梨県甲府市の宇ばくち塾を通過することから、宇ばくち路とも呼ばれる。中道王館は、甲州側からの故障であり、静岡方面からは、木の春街道や甲州街道の故障が使われる。甲府において、寸州王館と共に、 甲州街道から分かれて南下し、落合町で笛吹川を渡過する。るば口宿塾を経て、宇ば口峠を越え、愛の宿のある古籍正人湖から、元巣湖東岸から、駿河国へ入り、根源一穴宿を経て、上、井出塾では、若彦頃とも合流。さらに、大宮を経て、東海道へ合流して、吉原塾へ至る。また、正人や元巣からは、 河内や郡内方面へも通じる。宇ば口市区甲府市内のソネ丘陵においては、会長静か古墳をはじめきない色の古墳文化が展開されるが、沿道からは、機内的特徴のある考古遺物が発見されており、東海地方からの古墳文化の流入路であったと考えられている。三坂山地や富士山麓など南署を通過する街道で、あり、武田市は、 古墨と元巣に墨章を設置していたが、江戸時代以前には、木の絵春を最短で結ぶことから、自称、樹栄の乱以来軍用道路としても使用された。あずまか自称4年10月14日上には、武田信義、安田義貞が通過した富士山麓の道として、八殿に至る、神の並びかすがろが記されており、貝の国史では、春太郎、中道王冠に否定している。 戦国時代には、駿河の今川氏が海へ進行する経路となり、武田氏は元素城を築いた。上口の印山中腹には、琴平山彩跡があり、武田氏が築いた、中道王冠の抑えの城、もしくは放火台である可能性が考えられている。天正10年3月には、織田信長、徳川家康連合軍の武田両進行により、武田氏が滅亡し、 徳川家康が街道を整備したという。同年6月には、本能寺の変により、武田医療をめぐる天正人後の乱が発生し、会では、家康と相模国の北条宇直治治が退陣する。家忠日記11月4日、上、12月7日上では、徳川方が山城を築いており、これが、琴平山際祭に当たると考えられている。なお、 琴平山ら三歳の北側には、うば口ちりで跡が所在している。海の国史によれば、天正神後の乱を経て、武田医療を確保した徳川家康は、うば口に滞在して、諸役免除を行ったとされ、近世には家康への警護から御主院祭が行われた。天魔役を負担する代わりに、春光館を往来しての海産物運輸に関する諸役を免除されていた。には、 組用道路としての役割が低下し、九十一州は、家康から主院状を与えられ王冠警護を務め、毎年7月23日の御主院祭では、人形芝居が行われた。また、人形は王冠を通じて、駿河でも制作された。江戸時代には、脇王冠となり、う口、く人、上伊鶴の宿液や元巣の口止め番所が設置された。また、 富士山麓の冷涼な気候が鮮魚輸送に適していることから、清水や沼津から水揚げされた海産物や塩などが海に輸送され、明治末年の見聞録によれば、王子には富士川水運と鮮魚輸送を競ったという。近代には、身延船の開通などを受けて重要性は低迷する。うばくにある山崎放題聖火跡の記念日宿に伝わるうばくち文書や、 人形芝居の用具などの資料群、全181点。宇ばく畜有文書は、徳川家康の主印状、橋場秀勝の国印状をはじめ、近世の中道王館における交通や商業、尊世関係資料、村絵図など2500点。特に、徳川家康主印状などは、青い門が施された石筆に収納され、図紙に安置され、厳重に保管されていた。 呂口人形芝居の頭他用具一式は、江戸から明治期にかけて用いられた、御朱印祭で用いられたもので、全181点がある。衣装箱などの牧書から、人形芝居は村の若者によって担われ、人形の頭は、駿府や由衣で制作されたことが判明している。現在は、山梨県立博物館に帰宅。甲府盆地の南方、三坂山地のほぼ中央部、 甲府と小人口直線で結んだ位置上にある上ば口峠は道央館を代表する峠道である。山梨県道113号甲府小人口線が通過しており標高約860メートル。峠のすぐ西側は西八代郡市川三里町であるが、峠自体は甲府市域にあたる。峠の直下を国道358号の上ば口トンネルが通過している。 なお、中道王館としての旧道は、うば口トンネル脇から通じる歌唱坂であり、うば口峠手前で、さらなる旧峠に向かう道が分岐している。中世近世海の国と駿河国を結ぶ、中道王館がこの峠を経由しており、天正十年には、徳川家康もこの峠を利用して、海の国へ入った。海と駿河を最短距離で結んでいたこともあって、 主に海産物の輸送路として利用され、この峠道を馬の背に揺られ、甲府へ運ばれたアワビの醤油漬けが、現在山梨県の名産品となっている、アワビの苦いである。近代江戸時代後期から明治初期にかけ、山梨と静岡の往来は、藤川水運の利用が主流となり、さらに1928年には、富士駅甲府駅間を結ぶ富士見の武鉄道が、全線開業し、 中道王館のこの峠道は衰退した。戦後も長らく車道はなく両県の往来にはもっぱら、藤川沿いの国道52号が利用されていた。しかし1968年自衛隊により、うば口峠に車道が作られ、県道13号に指定された。続いて、道峠を含む区間には、2本のトンネルが山梨県によって建設され、 甲府商人固有料道路として1973年に完成した。また1974年には県道13号は国道358号へ昇格した。その後、1994年に甲府商人固有料道路が無料開放となり国道358号に指定されるに伴い、それまでの峠道は現在の県道113号に降格された。 現在現在の峠道、県道113号の様子かつての甲府精進湖、有料道路の区間は精進ブルーラインの愛称が付けられている。旧道である、うば口峠には前述した自衛隊により建設された車道が残るが、未舗装である上、利用者が少なく路面は荒れており、通行には注意が必要である。峠の北麓には、峠名の由来となったうば口集落がある。 この集落は、うばくち塾と呼ばれ、古い宿場の風情を残しており、歌人、山崎邦大の聖火跡があり、現在は記念碑が建てられている。山梨県の地名、b 4 9十山梨県の地名、b 4 9十山梨県の地名、B490、白水里市、物資の流通と人の往来。 山梨県市通史編二中世大重症第3節、四金星、明治期の海産物輸送については、植月学部、明治期の梶ジカザワにおける、海産物利用の動物考古学的検討、山梨県立博物館研究企業第1集、2007富士の国山梨フィルムコミッション、うばくち峠中腹交付し、公式観光ガイド中道館うばくち峠 甲府市ホームページ飛び出せ市民レポーターマイナ -2007 年10月号静岡県富士宮市ホームページ甲州街道日経 BP セカンドステージ2007年9月25日付あわびの2い甲府市教育委員会第4学年社会科学習指導案中道王館の歴史甲府市ホームページ飛び出せ市民レポーターマイナ -2006 年3月号甲府市観光ガイド中道王館から 沿道の史跡やう口人形の画像、ありがとうございます。